どうも、アキです。英会話9やっていきましょう。さあ、では今回は合宿からやっていきましょう。さあ、というわけで2年連続いいオフを過ごせておりますので、しっかりこの合宿も頑張っていきましょう。これは投手でいいんじゃないかな。はい、あ、まあでも杉浦だからな、投手にしましょう。さあさあさあ、徳能をとにかくつけたいよというところで、模擬になんかいいの、阿部日、おいいですね、ここにしましょう。模擬阿部日、ショート模擬に、阿部日も、阿部日もハイボールとかも本当ね、ローとかと一緒に持っていれば嬉しいんですけどね。はい、おお、ここはもう行くしかない。皆川八田に癒す感、よし、癒す感ナイスナイスナイス。超久々に合宿で威圧感ついた気がする。しかも1年生。ナイスだ。これはちょっとメンツが渋すぎるな、選ばれたメンツが。まあ、ここで適当にチャンスとかつければ。うわ、雪と雨が混在してる。なかなかいかんないんで見ない。ムードはもう結構いるんで、1、2年。そう狙ってはないんだな。ちょっと体力も回復しましょうか。ハッタにしよう。まあ、ハッタになんかつけたいな。阿部日。ハッタは阿部日さえつけば、全然スタメンまである、ような選手だと思ってます。まあまあいいや、来年はね。おーおーおーおお。12月17日。というのは ?16、17。これ、断った方がいいと思う。アイドルが今目の前にいるんで、どっちかは練習効率引けるだろうと、間違いなく。で、合宿前に雪かきと雨は使ってるんで、まだ効果があります。じゃあこのままもう、行ってやろうと。で、4マスで焼きます。次、ちょっと誰が選ばれたか分かんないですけど、うわー、まあまあしゃあないな。まあまあ、じゃあ感染も聞きたいし、まあいい練習くればいいしっていうところで、とりあえずアイテムを使ってみる。感染狙いつつ、徳田総合練習が先に来たら4マス進んであげると。感染狙いつつ徳田総合練習が来てくれればいいんですが、来ないよ、頼むよ。まあもうこれはアイテムをね、買い増しするのみなんですが、もし来なければ、頼む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 。何もこれ、こんなに渋いことあるかいと、こんなに渋いことあるかいというところで、いつもですね、こういう場合はアイテムをもう買い増しに行きます。まあいろいろなモードで貯めたもうポイントを全力で注ぎ込みますというところですね。はい、で、いろいろな世代の最強決定戦ですね、やってほしいというコメントをいただいておりまして、まあ、今週やっていこうと思っております。まあ、早ければもう今日からやりますし、まあ、木金銅ぐらい、まあ、続けてやった方がいいのかなとか、いろいろ今考えてるので、まあ、ぜひ皆さん生放送の方も楽しんでください。はい、ぜひチャンネル登録、そしてね、ベルマークを押しといていただけると、生放送の通知飛ぶみたいなんで、ベルマークも皆さん押しておいていただけると嬉しいです。それにしても何も来ないよ。反戦も来なければ、徳田総合練習とか何も来ないよ、これ。あ、こんなことある？こんなに来ないのなかなかないぞ。え、すげえ、逆にすごい。こんなに来ないことはめったにない。え、やばっ。オッケー、とりあえず総合練習。で、次、感染を呼ばないといけないですね。やっぱクリスマス前には感染呼んどきたいですよね。練習効率。まあもちろんあの野球マスの方が来ることもあると思うんですけど、練習効率来た時のために呼んでおきたい。これは西野でいきましょう。この中だとなんだ？もうちっちゃいダメ押しとかでいいかな、これ。
まあ、クリーンナップ打ってる選手ですし、パワーヒアベヒがあれば攻めたんですけど、なんか微妙でしたね、今のは。とりあえず一マスは進まないといけないんで進みますが、感染を呼びたい。徳田はいいですよね。なんかそのアイテムの消費、設備が傷むことなく使うことができますので、最高のねカードかなと思います。 OK。 さあ24日何が来るか頼む。体力回復だけは来ないでくれ。わざわざ感染呼んだんで、まあまあこっちでもいいですけどね。4つ来い。じゃあ4つ来てくれ。3つか。まあ練習効果が来るか、この野球マスが来るかはもうね、割とランダムでございますので、全部 30% ずつぐらいだった気がする。練習効果が 40% のこれ 30%、 回復も 30% だったな。はい、せいや行きましょう。いやー、盗塁プラスに来たらやべえなー。いやでも送球プラス1で最強の守備にするっていう方が確率も考えた時に、オッケー、ナイスナイス。いや、せいや素晴らしい。これでもう最強の肩のせいや、完成する。オッケー、これで肩 S100 にしよう。皆さん見てください、せいや。送球 A のレーザービームです。さあ、どんな送球をね、返してくれるのか、どんなバックホームを見せてくれるのか、これから楽しみでございます。さあ、行きましょう。最近はあえて2とかを割と攻めて、しっかり勝ってますね。はい。皆川ですね。さあ皆川何行くか。渋いな。でも広角とかは合宿や、あとは試合とかも結構つくし、ローボールとかインコース取っても仕方ないし、まあセカンド走塁プラス1もいいし、対エース、もしくはこれ対エースぐらい、どう来い。あ、くそ、まあ、皆川ね、威圧感もついてますから。はい。よし、天才。いや、つくかな。ついたらやばい。頼む！よっしゃ！よっしゃ！ということで、なんとなんとですね、皆さん。なんとなんとですよ。威圧感1年生2人つきました。桑野。そして、皆川ですね。ただ、皆川なぁ。バッティング全然上げてないんだな。まあ、今年は本当に守備を上げたいっていうのもあってね。全然上げてないと。これ、クールの間にあれしようか。守備ともうミートばっかり上げようか。まあ、皆川じゃあ、守備 S90 からのミート S90 をこれから目指します。はい。あとはもう放置。ただ、打順的にこれ前のバッターにもあれが働く運命を考えると、いやー、でもここだな。さすがに9番っすね。いくら威圧感持ってるから。とはいえども。いやー、まあ7でもいいのか。素直にピッチャー9番にして、7で、まあ6のハットリ。まあこの6までは打線いいので、ここに威圧感かかると。で、桑野が2で、1の寺田にかかると。で、3、4は普通に強いから打ってくれと。3、4、5はね。まあそんな感じでいきましょうか。いやー、けど来年いいっすね、これ。皆川チャンス C、 盗塁 C か。どうしようかな。皆川じゃあ来年2とかでもいいですし、2、桑野が4、皆川2とかっていう打順が結構面白いかな。しかも意外性があってパワーを上げなくてよくてミート対応なんで、めっちゃ2番っぽい。よし、来年の2番と4番がこれで確定しました、皆さん。いやー、いいですね。威圧感つくのはやっぱね、テンション上がりますね。パワープラーとしてやっぱり威圧感はテンションが上がります。ナイス。いや、2人はやばいな。最近あんま威圧感ついてなかったっすもんね。あのプラチナ世代、あれは一体何だったんだと。5、6人威圧感いたんで。よしよし、久々のこの気持ちいい感覚でございます。やっぱね、この辺になってくると変化磨く時間かかるんですよね。ただ仕方ない、しっかり磨こう。よし、高橋制球を上げよう。さあ、寺田、もう一月走力いきましょうか。もう二月いってもいいですね、2年生なんで。はい。からの肩、ガン上げですね。
いや、寺田いい選手になってきましたね。阿部飛降格っていうのがなんか味があっていいですね。はい。さあ、ということで、皆川守備 S90 からのミート S90 持っていきます。全力でいきます。OK。ミート総力守備が S で、パワーはあんま上がってなくて、肩補給、まあ、パワーをもう捨てて、肩補給も S に持っていくみたいな、できないかな。てかもうなんならオール S できないかな。いや、貪欲に行きましょうよ。はい。西野はまあファーストなんで、肩は C で置いといて、守備補給を S に持っていきますから、今年はとにかく守備を上げるね、チームでございます。はい。サードも肩 S 持っていきましょう、まず。ダイソーを模擬。まあ、模擬も肩 B かな。さあ、せいや、せっかくね、早急 A になったので、肩一気に上げてあげてもいいのかなと。うん。いうところでございますね。はい。またとりあえずパワーも C に持っていこう。まあ、桑野も、今、威圧感がついたわけなんですが、もう徹底して今年は守備を上げます。その結果どうなるのかというところも、まあ一つのね、注目点ですね。できれば一気に進んでいきたいな。まあ秋大会最後の方はちょっと打力がね、物足りなくて、まあでもしっかり守備を上げてる分全然点を取られなくて勝てたんですけど、そのちょっと不安要素だったバッティングという面がこの威圧感2人によってかなりまた良くなったんじゃないかななんて思いますね。よしよしよし。さあ、こっからはアイドル野球マスまた引いていきたいところですが、ちょっと何も来ない。いやー、いいっすね。天才に威圧感、しかももう一人ついたのも1年生のレギュラーっていう、もうこれはもう最高でございます。本当にまあスタートが雨降ってれば使ってあげますか。さすがに よし、アイドルナイス。まあスタートが雪降ってればさすがに使ってあげますか。これも難しいですけどね、どこまでアイテムを使っていくのかっていうのは。まあ素振り仮設シャワーからの総合練習でいきましょうか。で、あとはなんといっても記者ですよ、皆さん。今年もね、ぜひ記者に来てほしいと。うわあ。去年はまず記者が登場するチャンスが非常に多かったんですよね。特にこの選抜5つぐらい青マスがあったんで、今年もできればたくさん来てほしいところではあるんですが、どうでしょう。まあとりあえず土日はそうですね。さあ、記者狙いましょう。このままのチャンスでちょっと突っ走っていきたいなと、はい、いうふうに思います。お、感染来たけど使い時じゃねえな。とりあえずあの土曜日変えないといけないんで、さあ記者来てくれー。2月、フェブラリー。ちょっと発音よく言ってみましたが、特に意味はございません。フェブラリーです。寺田もう1週間やっぱ総力いきましょう。はい。肩はまあ勝手に C にはなるでしょう、そのうちね。はい。まあセカンドだし、どっちかというとやっぱり守備面上げてあげてもいいんじゃないかなと思います。
西尾は肩守備どっちを上げるべきなんだろうな。まあまあ肩50ではショートとかキャッチャーもし入った場合厳しい気がするんで、選抜では肩を上げてあげることにしましょうか。はい、うん、割といいチームになってきたなと、そういうイメージを今これ練習指示してても受けるよ。せや肩、いや、いいチームになってきましたよこれ絶対。そうですね、ちょっとまだ赤徳もあるんで、プロ野球選手なんかも止まりつつ直してくれなかったりしつついきましょう。うん、なんか微妙だな、どこ止まっても微妙だな。どうしよう、まあこういう時は大きく進んどく方がいいか。よしよしよし、あ、てかちょっと待って、何マスか記者スルーしちゃった今思うとバカ。まあそんな確率的に出てこないけど、なんで記者を普通にスルーしたんだ。寺田、完全に一回一マス分か、記者をスルーしてしまった。記者のことがなぜか頭から一瞬離れてしまったぜ。うん、高速チャージ、まあ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 、せいせいせい。ちょっと今年めちゃめちゃ守備のチーム作ってるっていうのもあって、なんかある ?3 つとかあったら1個使ってあげてもいい。ああ、そんなにあるわけじゃないか。じゃあやめとこう。まあ今後もっといいファーストセカンドが、ファーストサードか、が入ってきた時に使おうかな。それだったら。肩の若杉、もぎ、もぎ。さあ、盗塁。ああ、盗塁ないか。まあまあ、模擬、ショートなんでね。まずは守備職人。うわあ、これはいいオフだ。いい特能をつくな。あ、いいっすね、これ。これ何がいいって。持ってるカードが素晴らしい。これ今、模擬の練習効率上がってて、ベンチプレス使います。で、次、観戦アイドル行きます。あー、でもあれ、試験でこれ、上書きされるやつだね。うわ、せっかく、観戦使おうと思ったら、これ、もったいないんだ。だから、ここで使っちゃうと。あ、でも、まあ、もう一緒や。選抜もあるし、最悪なパターンや、どっちみちこれ。試験がめっちゃ邪魔だ。あそこで練習効果上書きされちゃうんすよ。しかも、結局来ないんかいっていう、こんだけ溜め込んどいて、ちょっと練習効果は、一昨年と比べると、引けなかった感じはありますが、まあそれでも本当にいいオフだなと、特能が特にねいい感じだなというふうに思いますね。はい、さあ行きましょう。で、次回は金徳厳選をしたとこからスタートできればいいななんていうふうに思っているんですが、果たして金徳というのはいつ来るのかがわからないので、ちょっとそれを調べつつ、今回はね卒業式までしっかり行きましょう。はい、高橋は急速アップじゃないかこれ。やっぱ伸び B、 急速安定を生かすためにはね急速を上げてあげましょう。寺田甲子園総力いったらさすがに行き過ぎな気がするんで、ここは肩にして、まあでももう S90 いったんで、これで 8L1 番キャッチャーになりましたね。で、肩も強くなると、これから素晴らしいキャッチャーとして全てを取り揃えた、そういう選手にしてあげましょう。はい、
奥田総力。さあ、西野。まあ、ファーストだからここで一気に補給を上げるっていうのもありですね。で、こいつは肩。さあ、服部サード。いや、守備だな。うん。サードも守備範囲結構必要だなって思うとき多いんで。はい。これ、杉浦さすがに完走するんで。どうしよう。盗塁だから、まあ、ランナーとして期待することはまずないし、ただそのままサードの守備につくことはあると思うので、それを考えると、最低限もうちょい肩が、いや、サードだから補給もうちょいあった方がいいか。まあ、どちらにせよこの選抜までの命なので、はい。これでダイソー。さすがにここもカンストしそうな気がするのでミートにしとくか。はい。いや、スタメンで出るわけじゃないからここはいける気がする。カンストしたとって君は別に来年もレギュラーにならない。なぜなら茂木がいるから。それを考えるとむしろカンストして悪いことがないと。うん、開き直っていきましょう。よし。さあ、せいや守備、ここ肩のあったパワー。桑野。まあ、守備で行くか。3月8日とかだったかな、金徳が来るのは。まあ、その手前で今回は終わった方がいいかなというところですね。はい。さあ、卒業式行きましょう。卒業式で練習効果多分アップすると思うんで。そこで総合練習等を使ってあげればいいんじゃないでしょうか。はい。さあ、卒業式でございます。卒業式。いやー、今年もね、みんな卒業していきます。また、いやー、なんといっても本当に永瀬ですね。いや、本当に最高の二刀流になってくれたなと思っています。これからまたね、ペナント実況が始まるんですが、そこでも大活躍する予定でございますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい。大平杉野に関しては1ミリも思い出がないのが非常に申し訳ない。いやー、ツッチがね、いい選手だったんですけど、徳能等を含め。いやー、何より、成績がね、出てこなかったので、プロに行けなかったというところですね。まあ、その分、小坂なんかは本当に僕の推し面だったわけなんですが、かなりですね、成績を残してくれてプロに行けたと。そして、塩見、なんといってもロマンですね。はい。シング、肌と、あとはプロになります。熊木ちゃんは看護師ですね。アイドルではなかった。で、結構、アイテム使ってない人もいるんで、で、大谷の時忘れていた当番タイプとかをしっかり、こうか。よし、これ、OK。で、絶対やんないといけないのが成長タイプも超万全にして、ペナントで長く活躍できるようにして、で、最後にアイテム、ムービングファーストを使ってあげましょう。まだ使ってないっていうね、これ。よし。さあ、というわけで。あ、永瀬。あ、そっか。球団ちょっといじってもいいんですけど。ですね。どこは、確かね、D がちょっと弱そうなんだよな、作った感じ。オリックス、お、塩見いいですね。オリックスちょっとね、補強ポイントだったんでね。カープ、肌。シングヤクルトじゃねえな。ちょっと、闇の取引。新宮は D に行ってもらいます。ソフ版でもいいな。ソフ版でもいいけど、まあ今 D だな。 D に行ってもらおう。まあ新宮外野もできるっていうのもあるんで。はい。で、中日ってどんな感じだったっけ。いたっけな。ちょっとソフトバンクもね、まあ元が強いからいいか、ソフトバンクは。よしよし。で、詳細設定 OK。ごめんなさい、今のは完全な独り言なんで、生放送を見た方はね、ちょっと独り言分かるかもしれないですけど、見てない人は流しておいてください。はい。永瀬、いやー、本当に素晴らしい選手になりました。これ、星一体いくつなんすかね ?1300 とか1400とかいってるのかな ?175。コンスタもカンスト。変化量は
3つマックスでナックルにムービングファースト。もうちょっとまあ投手の特能をつけられればよかったんですけど、まあその分ね、野手がなんといってもオールエースで弾道4、走力100、盗塁と走塁もうまいですし、野手の金特2個持っているので、しかもアベヒパーヒー圧巻、これ普通にオールスターでも4番なんじゃないかなと思ってます。まあもちろん、金特がどこまで強いと捉えるかですよね。ただ秋山高校通算ホームラン数、通算打点は1位なんで、1位タイかな、ホームランは16、17、あれホームラン怪しいかも。でも打点は1位ですね。それを考えても、まあ永瀬はオールスター、またオールスターの動画もね、後日あげたいなと思います。はい。で小坂、これアイテム使ったっけ。あ、まだ使ってない。とりあえず成長タイプ買いますね。小坂何使いましょうか。うわー、走力1個上がんなかったか。もうじゃあパワーにするか。パワーも100や、これで。いや待てよ、でも今後のペナント実況のこと考えると、まあ敵チームなんですけど、これは敵チームでも活躍してほしいっていうのを考えて、カンストさせるのはもったいないんじゃないかななんて今思いましたね。キャッチャーもできるんで、小坂に関しては肩上げとくか。キャッチャー適性もマックスあるんですよ、この選手は。こうすることによって中日ドラゴンズがキャッチャーで起用するかもしれない。はい。で塩見さ、バッファローズ、あ、でもそっか、塩見も天性プロだから、ヤクルト、え、ちょっと待って、ヤクルト強すぎんか、そしたら大正義すぎん、そしたら。ちょっといろいろとまずいかもしれん、それは。まあいいや、その辺はちょっと後でまた自分でルールを見直せばいいんだ。はい。小坂はアイテム使ってますね。はい。寝具、寝具使ったっけ。アイテム使ってますね。寝具もショートと外野が両方適正マックスなんで、どっちでも使えると。非常に素晴らしい選手ですね。はい。肌、うわ、肌も強いな、これ。セカンド、送球もまあ悪いわけじゃないんで、これ鉄斗がいたのによくここまで育ったなという感じですよね。んー、ここはミートにしてあげようかな。というのも基本的にミートパワーが一番経験値必要とされるので、ここを上げてあげるのが一番効率はいいんですよね。はい、 OK、 これでいいでしょう。あ、でアップロードをしっかりしておきましょう。今ちょっとあれに繋いでないのでアップロードができないんですが、この後しっかり繋いでアップロードをして終わりにしたいなと思います。で金徳は14日っぽいので、まあそれまで進んでおきましょうか。あ、これ卒業式に感染使って止まるっていうのありだったんじゃないか、今思うと。ちょっと練習効果上がるんで、まあ、そのちょっとを続かせるっていう意味では13か、金徳は13っぽいな。ここでいいのか、だから14か。まあいいや、とりあえずここで今回は終わりにしましょうか。はい。今後卒業式観戦ありだな、全然。どっちが金徳か分かんないのでちょっと見てみますと、14が金徳っぽいな。ここまでいっとこう。OK。で、セーブして終了。そして最後にアップロードを行いましょう。いや、まあでもいいオフでしたね。特能が特に素晴らしい、今回は。オフでございました。はい。いや、やっぱ威圧感は男のロマンですね。はい。アップロードしておきますので、ぜひ皆さん使ってあげてください。特に永瀬ね。はい。いや、この選手、皆さんぜひダウンロードして使ってあげてくれると嬉しいです。アップロードナンバーがこちらになります。ぜひ皆さん使ってあげてください。はい。そして小坂、
ちらになります。一応タグを秋とかなんかつけとくので、まあそちらからも検索できるようにしておきます。ぜひ皆さん、今までにアップロードしたこのようなね、選手たちも使ってマイライフとかでなんか活躍してくれれば嬉しいですね。勝者の皆さんが、僕が育てたこの長瀬とかをね、使って皆さんがマイライフとかで遊んでくれると非常に嬉しいですね。諸星も1000人近い、何人だったかな ?600 何人とか多分、700何人とかこの間見たとき、ダウンロードしていただいていたので、いや、本当に嬉しいですね。そんなに多くの方がこの選手で遊んでくれてるんだな、というふうに考えると、いやー、作りがいがあるというかなんか、よりこの栄冠ナインをやっててね、嬉しいなと、まあ、言ったところでございます。841名の方がダウンロードしてくれていますね。本当に皆さんありがとうございます。というわけで、ぜひぜひ、このね、その諸星を超えました長瀬なんかも、使ってですね、皆さんに遊んでいただければ、幸いでございます。これ、秋とか入れておくと、これで多分検索できるのかな。OK。はい。というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。さあ、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ちょっと週末とかね、いろんな動画で遊びつつまたやっていければなと思います。アディオス。